米軍再編、弾道ミサイルの脅威、相次ぐ自然災害、我が国そして防衛庁自衛隊をめぐる状況は大きく変化しています。これに対して私たち防衛庁自衛隊はどのように変わっていけばいいのでしょうか。平成18年はそのような変化の時代に新たな一歩を踏み出した年となりました。イラクでの治安状況についてはちょうどあまり直接は関係ないと思っております。ただし航空機に対する脅威というものは非常に関係ございます。基本的には運航の安全のために向こうで持っている脅威について情報を取りまして、それに見合う装備品を取得、そしてそのためにそれを使うような使い方等とかいろいろございますので、その十分な訓練をやった後、日々さまざまなその最新の情報を取って安全運航に努めております。イラク人自らが復興を行うための必要最小限度の基盤を整備したと判断したことなどから、6月20日政府はイラク南東部のムサンナー県サマーワに派遣している陸上自衛隊部隊の撤収を決定。イラクサマーワの陸自第10次復興支援軍は残された復興支援事業を急ぐ傍ら、物資の構想などの撤収作業を始めました。サマーワ宿営地からクウェートまでは片道およそ400キロ、およそ6時間かけて装備品の輸送が行われました。クウェートでは撤収作業を支援する陸自構想業務隊が活躍、サマーワから搬送されてくる装備品などを受け取り、洗浄・保管などを担当しました。部隊は数派に分かれて空路イラクを出国、クウェートを経由して帰国の途に着きました。陸上自衛隊はイラクにおけるおよそ2年半にわたる任務を終了。この間の活動を通じて公共施設の復旧・整備活動、医療支援活動、給水活動などにおいて多くの実績を残しました。我々が撤収する前にその事業がほぼ完成をいたしまして、イラクのムサンナー県の人々が生活に最低限必要な水を水道から給水できるということができるようになりました。7月25日、陸自派遣部隊のうち構想業務隊を除く全員の帰国が完了。29日には朝霞駐屯地で待機返還式が行われました。一方、航空自衛隊は平成16年3月よりクウェート・イラク間において人道復興支援関連物資を中心とした輸送活動を行ってきました。引き続き国連や多国籍軍のニーズに応えて空輸任務を実施し、イラクの復興を支援していく方針です。1月25日、陸上自衛隊の国連兵力引き離し監視隊アンドフ参加10周年記念式典が行われました。陸上自衛隊は1996年2月に最初の部隊をゴラン高原に派遣、以後日常生活物資などの輸送や道路補修などを担当する輸送隊と、アンドフの活動に関する広報予算の作成や広報業務に関する企画調整を担当する司令部要員を現地に派遣してきました。延べ派遣人員は海空自衛隊を含めおよそ970人に上ります。政府はアンドフに派遣している自衛隊部隊の派遣期間を平成19年3月31日まで延長することを決定。
また安部府司令部の組織改編で自衛隊から派遣している司令部要員業務に建設・通信などの企画調整が新たに加えられました。国際テロの脅威を根絶するため、我が国は平成13年11月2日にテロ対策特措法を公布・施行し、国際社会の一員として積極的かつ主体的に世界の平和と安定に寄与してきました。海上自衛隊はインド洋において海上阻止活動を展開している各国の艦艇に対して燃料補給などの協力支援活動を続けています。今なお続くテロとの戦いにおいて、海上自衛隊の活動は国際社会から高く評価されており、平成18年10月27日にはその活動を1年間延長する改正テロ対策特措法が成立しました。国際社会において自衛隊の果たすべき役割はますます大きなものとなっています。またここでご紹介した3つのトピックスを見ても分かるように、その活動内容も様々です。このような時代のニーズに応えていくためには、さまざまな事態や任務に的確に対処できる組織への転換が求められます。5月1日、日米安全保障協議委員会、いわゆる2プラス2において、日米両政府は在日米軍再編案の最終取りまとめに合意しました。協議後発表された共同文書では、日米同盟は日本の安全とアジア太平洋地域の平和と安定にとって不可欠であり、米国の安全保障の要と位置づけ、将来の課題に対応するためより深くより幅広く発展していく必要があるとされました。同時に再編実施のための日米ロードマップが発表され、在日米軍の再編などの詳細な方針が示されました。普天間飛行場は全面返還、その代替施設をキャンプシュワブ南沿岸部地域に建設、在沖縄海兵隊員およそ8000人がグアムへ移転、各自の自衛隊施設を利用して共同訓練を行う、これにより米軍の訓練を分散し基地周辺への負担を軽減、在日米陸軍司令部の改編、それに伴う施設の建設、日米の共同統合運用調整所を設置、横田空域の一部管制業務を平成20年9月までに返還、横田飛行場の軍民共用化に関する検討を実施、米海軍の空母艦載機を厚木飛行場から岩国飛行場に移駐、弾道ミサイル探知追尾のための移動式レーダーを航空自衛隊射力分屯基地に展開、訓練移転については基地のある地元の了解を得ており、平成19年以降訓練が開始されます。また6月には小泉総理とブッシュ米大統領は新世紀の日米同盟を宣言しました。7月5日、北朝鮮が日本海に向け弾道ミサイル7発を発射。防衛庁自衛隊は自衛隊の艦艇、航空機により警戒監視及び情報収集に当たりました。政府は安全保障会議を開き対応を協議するとともに、北朝鮮に対し強く抗議しました。さらに10月9日、北朝鮮は国営朝鮮中央通信を通じて地下核実験を行ったと発表。これに対して国連は安全保障理事会において北朝鮮に対する制裁決議を採択。日本政府も米国などと緊密に連携し、北朝鮮船舶の全面的な入港禁止などの経済制裁を発動しました。ミサイル発射実験と核兵器開発、アジア太平洋にとどまらず
世界の平和と安定にとって見過ごせない問題です。こうした問題に対応していくためには、各国が信頼関係を深め協力を推進していく必要があります。防衛庁自衛隊は安全保障環境の改善のため、二国間、多国間での安全保障対話、防衛交流を積極的に行っています。二国間の防衛交流は、相互理解や信頼関係の増進、協力の基盤づくりなどを目的として、各国の防衛担当者が行う交流です。多国間の安全保障対話は、安全保障に関する共通の関心事項について関係国間で意見交換を行うものです。こうした取り組みの積み重ねが、国際社会及び地域の平和と安定につながるのです。米軍再編や核兵器、弾道ミサイルといった大量破壊兵器の拡散、国際テロなどの脅威によって、我が国を取り巻く安全保障環境は大きく変化しています。弾道ミサイル防衛体制の充実や、有事における国民保護のための地方公共団体との緊密な連携なども重要な課題といえるでしょう。小学校であるとか幼稚園であるとか、そういう施設の雪下ろし、これの作業を実施したというのと、あとは高齢者世帯でどうしてもその地域にお年寄りばっかりで若い人がいないと、で雪下ろしができない、困っているという地域に出動すると、この2つで災害派遣しました。みんな顔出してですね、自衛隊さん頑張ってくださいと逆に励まされたりしてですね、非常に隊員はその点ではやる気が出たというふうに言っております。今年初め、北海道や東北、上信越地方において記録的な大雪が発生しました。長野、新潟、秋田、北海道、群馬、そして福島の6県が自衛隊に災害派遣を要請。自衛隊員延べ4200人が出動、除雪活動や孤立地域への物資の空輸などを行いました。この他にも日本各地で自然災害などが発生、自衛隊の災害派遣に対する国民の期待はますます大きくなっています。5月27日、インドネシアジャワ島沖でマグニチュード 6.3 の強い地震が発生。30日までにジョグジャカルタ周辺だけで死者およそ5500人に達する大災害となりました。日本政府は同国政府からの要請を受け、国際緊急援助隊を派遣しました。現地に自衛隊救護所を2カ所開設するとともに、周辺の村への巡回診療も行いました。また被災者への診療のほか、住民への予防接種、衛生が悪化した地域での薬剤散布など防疫活動も実施しました。診療を開始した6月2日から16日までの計15日間におよそ3800人を診療、およそ1700人に破傷風やはしかなどの予防接種などを行いました。国内での災害派遣や国際緊急援助隊派遣など、さまざまな災害時に自衛隊を派遣し、各種の活動を行っています。特に国内においては、災害時の活動をスムーズに行うために、日頃から地方公共団体との連携強化を図ることが大切です。また災害派遣は時間との戦いでもあります。より迅速で的確な活動を実現するための体制づくりも必要となるでしょう。統合運用っていうとなかなか聞き慣れない言葉と思うんですけれども、一言で言えば、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊が一体となって活動するということなんですね。
海上自衛隊の輸送艦を使った方が大量のものを一時に運んで現場に投入できるということで、陸海空の力を合わせて活動した方が災害に対して迅速にそして的確に対応して効果的な援助救援体制を敷くことができると。平成18年3月27日、防衛庁自衛隊は統合運用体制に移行しました。いよいよ統合運用体制のスタートです。統合運用体制とは、統合幕僚長が陸、海、空を含めた統一的な運用構想を立案し、部隊運用に関する軍事専門的見地からの大臣の補佐を一元的に実施する体制のことです。陸海空それぞれの部隊との関係はこのようになります。従来は各自衛隊に対する長官の指揮は各幕僚長を通じて行い、各自衛隊に対する長官の命令は各幕僚長が執行していました。新たな統合運用体制では自衛隊に対する長官の指揮は統合幕僚長を通じて行い、各自衛隊に対する長官の命令は統合幕僚長が執行することとなります。例えば PKO や国際緊急援助活動、大規模自然災害、テロや弾道ミサイル対処など陸海空自衛隊のすべての運用についてはいわゆる統合任務部隊が組織された場合だけでなく、単一の自衛隊の部隊を運用して対処する場合であってもその部隊運用に関する防衛庁長官の指揮は統合幕僚長を通じて行い、統合幕僚長が防衛庁長官を一元的に補佐することとなります。これによって陸海空自衛隊を一元的有機的に運用することができ、さまざまな事態に対して迅速かつ効果的に対処することができます。また防衛庁長官に対する軍事専門的見地からの補佐を一元化することにより情報の混乱を回避し、より的確なサポートを実現します。統合運用が進められている米軍との連携がよりスムーズになり、日米安全保障体制の実効性の向上につながります。我が国を取り巻く安全保障環境は大きく変化し、自衛隊に期待される役割もますます大きくなっています。防衛庁ではそのような時代の要請に対応するため大規模な組織改編を行いました。組織改編のポイントとしては次のような点が挙げられます。日頃からその国内でいろんな問題に対して警察とか消防とかあるいは各省庁とよく話し合うためには、その下の都道府県との調整とか各省庁との調整が必要になってくる。それから外国でそういうような活動を行うためには、外国で世界で今何が起きているのかと、そしてどんなところが困っているのかと、で どこでどういう問題が起きているのかと、そういうことと外国とその話し合いをするということができてきました。とそういう機能っていうのは私たちのところには今まで防衛力を維持し整備するという観点の機能がでこの組織が作られていました。そういうふうな政策、国際社会と協力して、活動する組織的な機能と、それから各省庁といろんなことを相談して決めていくという機能が組織の中に出て必要になってきたということですね。この国の私たちが今生きているこの国っていうのはこの繁栄安定している、これをずっと守り続けていかなくためにどうしなければならないのかと、それから私たちだけでなく世界の人々が平和のためで平和のうちに生きていくということのためにこの国がなすべきことは何なのか、
そういうことを考える体制を確立したということです。昨今、防衛庁を省にする取り組みが進められてきました。防衛庁を防衛省にすることにより、安全保障や危機管理の問題に防衛大臣が国の防衛の主任の大臣として責任と権限を持ってより的確に取り組むことができるようになります。6月9日、政府は防衛庁を省に移行させることなどを内容とする防衛庁設置法等の一部を改正する法律案を閣議決定、国会に提出しました。この法案は防衛庁の省移行のほか、これまで付随的な業務とされてきた国際平和協力活動などを自衛隊の本来任務とすることなどを内容とし、国際社会の平和と安定のために主体的かつ積極的に取り組んでいくこととしています。9月26日、安倍内閣発足に伴い、久間文雄防衛庁長官が着任しました。12月15日、本法案は国会で可決・成立し、防衛庁は平成19年1月9日より防衛省に移行し、我が国の防衛や安全保障についての政策官庁として体制を整えることになりました。11月、恒例の自衛隊音楽祭りが開催されました。12月、ドーハで行われたアジア大会に14名の自衛官が参加、うち8名が9個のメダルを獲得しました。自衛隊では責任感、知識、技能、指導力などに優れたベテランの順位や層に総司自衛官の副務指導などの役割を与え、部隊の規律の維持、士気の高揚などを図る取り組みを行っています。3月から4月にかけて、陸上自衛隊の上級曹長制度、航空自衛隊の準曹司選任制度の施行が開始されました。こうした改革を行う中、防衛施設庁入札談合事案や薬物問題、情報の流出、海外への無断渡航、銃の紛失といった不祥事が続きました。これらに対処するための信頼回復に向けた取り組みも行っています。防衛庁の省移行や組織改編、自衛隊の統合運用体制への移行はゴールでも完成でもありません。大切なことは、この新たな体制の下で何をなすべきかということです。平成18年は国民とともに、世界とともに、平和への道のりに新たな一歩を踏み出した変革の年と言えるでしょう。